怖い。アクセルをつい緩めましたね。いやダメ。ほい。うわ。ダメ。よーし。ああ、なんとか無事にたどり着く。どうも、肉丸です。ご視聴ありがとうございます。今回もですね、フリープレイのタイムトライアルで気になる車を走らせたいと思います。コースはですね、初めてのコースですね。オーストラリアのコースにしてみたいと思います。その中で比較的短いコースがありました。なんか街から山の上に上がっていくコースなんですかね。ちょっとわからないんですが、これを走ってみたいと思います。で、今回の気になる車はですね、これですね。スバルのインプレッサ1995年モデル。情報を見て、パワーが320馬力ですね。情報。コリン・マクレを乗せて、ワールドラリーチャンピオンシップで優勝したということで、スバルのコリン・マクレー仕様のやつですね。95年です。いや、なんかスバルと言ったら、なんかこれのイメージありますよね。これが気になるんで、乗ってみたいと思います。初めてのコース、初めての車で、どうなるかですね。スタート。いつもは100馬力の車に乗っています。その3倍ですね。しかも新しい、走ったことない道。さあ、山を駆け上がっていきましょう。スキップ。うぅ、かっこいいですね。いやー、車体が紺色で、ホイールが金色ですかね。あ、ちょっとブロンズカラーのホイールですね。4番。いやー、今見てもかっこいいですね。エンジンルーム、見てみましょうか。シンプルですね。あー、ちょっと難しい。じゃあ、走ってみましょうか。スタート。シンプルな内装。お、ランプが光ってる。いい音ですよ。2、1、ゴー。56、レフト30、ターンスクエア、ライト。うわ、いきなりスクエア。イントゥー3、レフトロング。滑る。イントゥー5、ライトロング、タイトゥー2。いや、砂ぼこりがリプレイで見えていいかもしれませんね。うわ、速いな。あんまり飛ばしすぎないようにね。イントゥー4、レフト。ちゃんと原型をとどめて返したいです。車はこのお借りした車を。イントゥー4、レフト、カット禁止。イントゥー3、フラップにしないように。イントゥー5、レフト、ロング、タイトゥー4。いいよ、この砂ぼこりがいいんじゃない。イントゥー4、ライト、オーバークレスト。オッケー。思ったよりうまくいってます。なんとかなりますね。とっと。お、80。舗装路になった。舗装路になったり、オーバージャンプ。お、フローになったりするんですね。ごめん。標識壊した。グリッド&サウン。うわ。この起伏がね、ある道は難しいんですよね。この飛んだり跳ねたりするんで。イントゥー3、レフトロング、タイトゥー30。うわ。いろいろ壊してる。クレスト&ジャンプする。平らなね、コースがいいんですけど。ライトロング。集中しましょう。うわ、すごい起伏がすごい。80。難しいですね、やっぱり。ブラッドミドル、最初のニュージーランドコースは結構平らだったんですよね。だからいいんですけど、これはもうボコボコでまっすぐ走るときも車体が揺れます。ちょっとブルトーザーで一回平らにした方がいいですよ。ブルトーザーで走ったかね。あのロードローラーで道を平らにして、それから走りましょう。危ない、ガッタガタですわ。イントゥー5、ライトオーバークレスト。よし。イントゥー6、レフトロング。でもなんとかコースにはいます。イントゥーコーション5、ライトオーバークレスト。いけ。見えん。タイトゥーナロー。ねえ、5だったら普段は走り抜けれるんですけど、道がガタガタすぎて走り抜けられないですね、5でも。イントゥー2、レフト、タイトゥー2。ほら、その紐だけはダメだって。タイトロング30。落とそうとしてます。よっしゃ、
うまくいってますよ。やばいやばい、狭い、外に膨らんだらダメ。オーバージャンプ、怖い。アクセルをつい緩めましたね。いやダメ、セーフセーフ、何事もなかった。ちょっと崖を転がしただけ、タイヤが。よっしゃよっしゃよっしゃ、あーいいよ。うわー、3 OK、 気持ちいい。ダメ、危ない。よし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 、怖い怖い、見えない。よし、これなるか、まっすぐ。うわ、何今の交差点は。うわ、なんか標識があるけど分かんない。踏切行け、ぶっ飛ばせ。ザーン、キープ緑、止まれ。ダッカ、危ない。よし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 、うわ、かっ、下り坂になってる、かっこいい。イントゥーゴレフト、うわー、イントゥーゴ、ダメー。オーバークレスト40から、まだまだまだ、諦めない諦めない諦めない。エクストラロング、木の間、木の間、木の間、失格なる。よっしゃ、オッケー。よしよしよし、中村さんの首が中村さんの首が心配。こっちはね、見てますけど、中村さん下向いてるんで、ノート見ながら。ごめん中村さん、このまま山の上の病院に行こう。危ない。1、いい、うまい。何、スクエア、スクエア直角のことですかね。うー、もうちょっとじゃない、もう終わり。いいよー、まだか、ここ、よーし。あー、なんとか無事にたどり着く、無事。無事ではなかったですけど。いや、まあ無事ですよね。車が、どこも壊れてないんじゃないですかね。リプレイ見てみましょう。いや、初めてのコース、初めての車、300馬力で、まあこれはもうほぼ無傷ですよ。はっきり言うと、うん、あの岩とかがないんでね、岩にヒットすると車は壊れるんですけど、うん、レフトカットキ、うん、いいですよね、土のコースだし、まあ、飛び出しても柵なんで。お、かっこいい、ライトオーバークレスト、スーツがかっこいいじゃないですか。蛍光イエローが入ってね、シュッ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 言ってました。おう、ここね、舗装路になったんですよ、一瞬ね。で、ここから舗装路にしようと思ったんですけど、やーめたってね。何か問題があったんでしょうね、ここ、舗装路に仕掛けた。うん。火がかっこいい、パンパンなってる。あー、柵が、杭が。いや、思ったより運転しやすかった気がしますね。もっと操縦難しいと思ったんですが。中村さんまだ大丈夫でしょうか。ブラッドミドル、オーバーベリーロング、まだ大丈夫そうです。うん、いやー、かっこいいですね、この赤土がね、舞い上がる感じ。ニュージーランドはちょっと、もっと明るい色だったんですけどね、似合いますね。オーストラリアでしたっけ、ここかっこいい。結構攻めていったんですよね、攻めていったけど、思ったより大きくクラッシュしなかったです。ヘリコプター視点ですね。うん、危なげない。ここはかっこいいぞ、いいコーナー、どうだ。わあ、いいじゃないですか、かっこいいかっこいい。ちょっと前がへこんでますけどね。30フラットミドルオーバージャンプ30、頑張ってる頑張ってる、いいですね、それっぽいですよ。ああ、ちょっと車が縦になってるような気がしましたけど、大丈夫でしょう。ああ、
いやー、引きのカメラのとこはね、かっこよく決めたいんですけど、なかなか難しいですね。いやね、ほんとね、道がガタガタなんで、車がこう左右に揺れちゃうんですよね。あー、いけないいけない。ニュージーランドとは全然違います。ですから、まっすぐ走るだけで、結構ガタついて、次のカーブが緩やかでも、かなり難しいんですよね。いい！いいですね、今の。うわー、すごいすごい。いいですよ。うん。おー、滑ってる滑ってる。あー！オッケーオッケー、大丈夫大丈夫。どっかもうちょっと、コースアウトしたとこもあったような気がしますけどね。あー、この辺乗り上げていく。問題ない問題ない。うわー、そのまま飛んでった。いやー、今のでね、乗り上げてる時に多分標識を見損ねたんですよね。いないぞ。なんか向こうにいる。入ってこい。よし、入った。うわー、この、吸気音がいいですね。スコー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 ス。うぅ、かっこいい。下ってきてる。何かついてる。何かくっついてるぞ、車の前に。あー。杭をへし折りながら、山を降りてきています。インテゥーにライト、ロング、ハイトゥー、いいですね、今のカット。オーバークレスト。あー、見ないで。あー、もうなぎ倒していく。もう全部なぎ倒していきましょう。あー、標識、標識逃げて。よし、OK。いやー、ということで、初めてコリン・マクレーの車を乗ってみましたけど、いかがでしたでしょうか。初めての、道で、初めてのコースだったんですけど、車の原型があっただけ良かったんじゃないでしょうか。もっともっと攻めてね、かっこよく走れるようになりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また見てください。じゃあねー、バイバーイ。